久保さんいやあの人の仕入れって刺さりましたねおっしゃる通おりで、ね、あの面接やってましたよ面接面接何回やったことかあの面接前ねあのまあ倉庫みたいなところで面接やっててでハローワークで募集してたんですけどで来てハローワーク結構来るんですよ で、あのー、倉庫みたいなとこで面接してね。で、採用したんですよ。で、1日か2日で辞めてって、2ちゃんに書かれましたね。その倉庫みたいなとこで面接して、どの子のみたいなね。<laughs> そう、あのー、人の仕入れは大変ですね。ああ。まあ、それはあなたも分かってると思います。 面接、頑張りますって、やりますよね。だけど、今どうですか会社辞めたくないですか <laughs> 頑張りますってって面接でね、言ってね、入るわけじゃないですか、入社して。でも、今、会社に不平不満ありません給料、クソ安いなとかね。働かされて、こんな仕事やらされてみたいなね。どうですかね。これね、もう、 時代にそぐわなないのかなとだから今は金を払って働くっていうね。これ最先端ですよ。今金を払って働きたいっていう。働くっていう。でも本当にね、そういう風にシフトしてますからね。まあ、普通の人じゃちょっとまだ概念ない人もいますけど。これね、あの、あのキングコング西野さんのイベントとかも、金払ってそのスタッフになりたいとかね。あと、鴨頭さんのスタッフとかも、なんかあの金払って働きたいみたいなね。 もうここの時代感ですよ。金を払って働くっていうもはや自分,な自分がやりたいと思う仕事は金を払わないとできないみたいなね。なあもう,どう,いう,ふうそういうふうにシフトしていくんじゃないかなと思いますけどね。うんだからあのなんだろうなあの普通のビジネスリアルビジネスやっていく場合は あの相,当相当の覚悟が必要だし相当のリスクを背負わないといけないってことですねまあその情報ビジネスに比べるとですよだって利益率20%飲食店とかは利益率 20%10%30% まあ利益率40%出るビジネスってあんまないじゃないですかねうん大体2 3 0じゃないですか10%とか本当にそれでぐるぐる回していくわけなんで情報ビジネスはもう利益率100%で ないです他にはこんなのはマジで,であとはその人材を雇わなくてもいいとまあもちろん事業規模をね例えば久保さんの会社まあ僕も会社ありますけど久保さんの会社を年商100億とかね年商1000億レベルにしていきたいっていうことであるならばそれは従業員いないと無理ですよだけどこじんまり一人でね自分が自由に生きていく分を稼ぐっていうレベルであるならば従業員雇わなくて全然 OK です 全然オッケーやっていける。うん。今日ね、あの、対談決まりまして、あの、僕の熟成さんで1億3000万、昨年あげた女性の方と今日対談しますけど、まあ、それ聞きますよ。多分従業員やっとってないと思いますけどね。広告もかけてないし、まあ、それき聞,聞いてみないと分かんないですけど、うん。多分一人でやってると思いますけどね。うん。だからまあね、1億レベル、1億レベル まあ久保さんもね、お風呂が沸きましたね。朝風呂ですよ。そう。僕、いつもね、朝起きたら、久保さんの動画、こう、来てるな、つってね、見てね。あと、朝風呂入って、目を覚ましてみたいなね。これね、最高の贅沢だと僕は思ってるんですよね。うん。前、会社で働いてた時は、ね、朝。朝って最、朝最悪じゃないですか。朝。 なんか朝って僕弱いんで、まあ強い人はね、朝起きてね、朝最高みたいな人いるかもしれないですけど、朝って眠いじゃないですか。なんか起きた瞬間パッて目が覚めて、どあアドレナリン出てね、うわーみたいな人って多分あんまいないんじゃないかなと思うんですけど、眠いし、だけど、その、なんか出社しないといけないみたいなね。うん。僕はもう出社もクソもないですから、出社は1秒でできますから、<laughs> ボタンを押して出社1秒ですよ。 ね、カメラに向かってただ喋るだけですから出社1秒っすね、うん、しかも服装とか服装とか髪型ぼ僕レベルになるとね服装とか髪型とかまああの全く気にならないっていうね <laughs> そうまあ最後まとめるとあの1兆円にしましょうか1兆円の人材みたいな、うん、これその例えば あの、手取り20万の社員をね、今僕、動画2万本ぐらいありますけど、手取り20万、まあその税金とかも含めたら、まあ会社が払ってるのは26万とか五万ぐ、25万ぐらいになるかな、手取り。3万とか4万、税金で、あれなんで、社会保険とかも、あのこっち会社が半分持ちますからね。なんで、まあ、まあ、まあいいや、まあ20万で仮定して、20万かける2万でい、あ、2万人でいくらだ 20万ちょっと計算していいですかまあこれからどんどん動画増えるんで、まあ、1兆円でいいですよ今現状としては20万かけるこれいくらなんですかね2 0 2 0 0 2 20万かける2万でしょ 200、2000。1、10、100、1000、万、10万、100万、1000。40億ですね、多分四40億ですね。<laughs> 40億。でも、これ、1兆円になりますからね。うん、動画、僕、10万本とか撮っていくんで、100万本とかなんかも、うとりあえず、異次元にいきますから。 1>, 1兆いくでしょうね。<laughs> すごくないですか、久保さん。1兆の人件費みたいな。これ年だってこれ、これ、単月ですからね。単月40億ですよ。で、単月、だから年間の固定費が、なんだ、今、現状としては1か月40億だから、えっと、400億 <laughs>。これ、やばいっすね、久保さんね。400億。これ、合ってるよな。 1000万、10万、100万、1000、1億、40億。多分40億だと思います。すみません。計算間違ってたら、多分ゼロが多すぎる。<laughs> 20万の手取りで2万人雇った場合ですね。どうすか。計算してみてください。多分40億だと思うんですけど、これ年間だと400億、まあ500億ぐらいですか <laughs> 普通に1兆いきますよね。 うん、これ何年ベースで考えたらこれだけでもすごいことですよこれだから僕は昔ね会社でね僕と同じような人がいたらどれだけいいかなと僕と同じマインドでね僕と同じぐらい働いてくれる人がクローンいたらねどんだけ助かるだろうって超思ってたんですけどだって辞めていくわけじゃないですか <laughs> 僕辞めずにねあの会社に泊まり込みしてガンガンやってるわけですよ、ね、もし僕が10人いたらめちゃめちゃ売り上げ立つなと思ってたんですよ ずっと思ってましたね。本当にこれは。で、教育も必要だし、で、教育にかかるコスト、時間、うん、指導の時間。これはね、大変ですよ。本当、まあ、人を雇ってね、授業していくっていう経験をね、人生の中ですることは多分、ほとんどの人はないと思いますけど、でもあなたは感じてるはずでしょ先ほども言った通り、面接で頑張りますと。 だけど今どうですかっていう、それが答えですね。まあ今もね、めちゃめちゃ仕事楽しくてね、会社で出社するのた、あの、その、面接投資と同じ気合でね、あの、10年、20年やってんだったら、それはすごいことだと思いますし、うん、その会社はラッキーだと思いますよ。そんな人材を採用できたっていうのは。でもそんな人材はなかなか出てこない。なかなかいないですね。ほんに。うん とということで情報ビジネスありがとうございます <laughs> いつ。いくらでもタダでね、クローン人間作れて、しかもこれ300、しかもね、この,この人件費がね、わかりますか、これ365日、休みなく、文句なく、給料なしで働いてくれるんですよ。これ、どんだけすごいことかっていうことは、まあわかんないでしょうね。僕と久保さんはね、骨,に骨の脊髄にしみるぐらい、この凄さを理解してますから。 だって365日何も文句言わず自分と同じ同等のレベルの人がずっと働いてくれるんですよ。給料なししかも。文句一切言わない。労働組合一切ない。ね。社会保険料払わなくていい。<laughs> ね。そう。これすごないですか <laughs> と僕は思いますけどね。うん。絶対やるべきだと僕は思いますけど。 いってらっしゃい。